フランツ・トゥンダーは、17世紀ドイツの作曲家、オルガニスト。ベネツヤ学派を模範とした北ドイツの、初期バロック音楽から、バッハにおいて、頂点を極めることとなる、ドイツ世紀バロック音楽への過渡期に活躍した、コラール・カンタータの発展における階層である。ハイン・リッシャイ・デマンやマティアス・ベックマンと並んで、北ドイツオルガン学派の最も重要な一員で、あるにもかかわらず、 ツンダーの作品は、ごくわずかしか保存されていない。幼少期については、おそらく父親に、音楽の手ほどきを受けたらしいということしかわかっていない。1632年に、18歳にして、ホルシュタインゴットルプ公・フレゼリク3世の、宮廷オルガニストに任命されるほどの早熟ぶりを、発揮した。それから数年後に、ヨハンヘッケラウアーの随行員として、イタリアに渡る。 ヨハン・マッテゾンによると、フィレンツェ滞在中に、ジローラム・フレース・コバルディに支持したというが、後世の研究者からこの説は疑問視されている。1641年に、ベーター・ハッセの公認として、リューベックの聖母マリア教会の首席オルガニストに任命され、1647年には、同地の管罪人や水頭方も務めた。聖母マリア教会のオルガニストを生涯にわたって、 務め上げ、公認オルガニストは、トゥンダーの娘、アンナ・マルガレーテと1668年に結婚したディートリヒ・ブクステフーデが選ばれた。トゥンダーは、聖母マリア教会で行われた一連の無料演奏会、アーベントムジークの創始者である。最も有名だったのは、クリスマス前に行われた演奏会であった。最初期のアーベントムジークは1646年に、 行われているこの演奏会は、リューベック市の株式取引所の毎週の始まりに集まる経営者のために特に企画されたものだった。これらの演奏会は、17世紀から18世紀にわたって続けられており、他の無料演奏会とは区別がつきやすい。ありがとうございます。